アノーマラスアイテム AO234。 説明。使用者によって異なる精巧に作られた木製の人間の手が出現する孫の手。回収日198。回収場所県、市、町の蚤の市。現状サイト8181の研究用倉庫に保管。現在、このオブジェクトは政府クラスに再分類されています。アイテム番号 SCP-234JP。 オブジェクトクラス政府。特別収容プロトコル SCP-234JP は現在サイト8181の低強緯度物品倉庫、高レベルセキュリティ物品倉庫に保管されています。使用に際してはセキュリティクリアランスレベル3以上の職員の許可を得て使用してください。使用はセキュリティクリアランスレベル4以上の職員によって申請され、セキュリティクリアランスレベル5以上の職員2名以上によって承認された場合のみ可能です。もし手順を踏まずに SCP-234JP を使用した場合、解雇を含めた必要措置が取られます。説明。SCP-234JP は未知の素材で作られた棒です。持ち手と書き手があり、一般的な孫の手として製造されたと考えられます。素材はその見た目から木材であると考えられ、表面にはニスのようなものが塗布されています。SCP-234JP の特異性は使用者が持ち手を持ち、SCP-234JP を用いて背中を描いた場合に発現します。背中を描くと同時に SCP-234JP の描き手の部分が変化し、SCP-234JP と同じ素材で作られた手に変化します。出現する手は指紋が確認できるほど精巧なもので、同一の手であっても少年期から青年期までランダムに出現します。SCP-234JP は1982エージェントが県市町で開催された蚤の市で購入しました。その後その異常性を報告し、当初はその変化の法則性が不明であったためアノーマラスアイテムとして保管研究されていました。1992博士が使用したところ研究員助手の手に変化しました。研究員助手は、博士の孫、また、孫がいないにもかかわらず手が出現したエージェント、は1990に初孫が生まれ、指紋照合により出現した手が孫のものであることが判明、法則性とその特性が明らかになったことにより、このオブジェクトは政府クラスに再分類されました。ポイ1、セネン、ネン、月、日、にサイト、81の職員が使用したところ、SCP-234JP は、削除済みに変化。使用した職員と同席した同サイトの職員は記憶処理された。現在のところ、サイト、81で異常は報告されていない。この件を受けて特別収容プロトコルを一部改定。ポイ2、2000年。月、日、のサイト、81、職員の件を受けて、SCP-234JP の情報制度に関する実験が申請されました。しかし、実施が非常に困難であるため却下されました。確かに SCP-234JP は素敵なマジックアイテムだろう。しかし、我々の業務においてこのような情報は非常に危険なものになり得る。日本支部理事。